試合が怖くて寝れません。どうも、ワドです。どうも、チキンタカミツです。ナベルさんはこつ、エミチさん、こんにちは。いやー、試合が怖くて寝れないっす。やばいな、もう。おはよう。昨日の夜7時ぐらいにね、起きたから、あれだった。寝れねえよ。マジで寝れない。いや、あのね、実はね、嫌なこと思い出しちゃって、ボクシングの動画ずーっと見てたの。キックボクシングとか、イメトレやろうと思って。もう2時、3時間ずーっと見てたんだけど、ボクシングで、死んだ人の動画見てたら、俺思い出しちゃったんだよ。それで怖くなって、昔のリスナーさんっていうかね、もう2、3年ずーっと配信見てる人だったら絶対知ってることなんだけど、俺32歳で死ぬって予言してた話したっけ、みんなに。みんな知ってる？俺子供の頃32歳で死ぬんだって言って、なんか子供の頃変な話、霊感みたいな、なんか変な子供だったのね。子供の頃から病気だったっつってもいいかもしれないけど、子供の頃霊が見えたり、霊っていうか魂が見えたりとか、なんかそのなんかいろいろあったんだよ、霊感みたいな、うん、俺はそういうのないと思ってんだけど、でも子供の頃から、幼少の頃からずっとそう思い、あ、知ってる？バレーに聞いたことある？それ思い出して、あれ俺試合で死ぬんじゃねえかなとか思って、マジで怖くなって、久々怖くなって、本気で怖くなって、寝れねえと思って、枠開こうと思って、あれ死ぬの俺なんじゃねえかなとか思って、そう、子供の頃予言してたやつ、32歳で死ぬんじゃねえかっていう話なんだけど。メロビンさんはコツ、いい答えはんだね。やばいよ、超怖えよ。なんかボクシングの事故死してる動画とか見たら、普通に死ぬんだなっていうのを本当に分かって、なんてことないパンチで人間ってこんな簡単に死ぬんだと思って、超怖えよ。マジで今ブルってるからね、マジで怖え。この恐怖は俺しか分かんないだろうけど、いや死なねえだろってみんな笑うかもしんないけど、俺今マジで震えて怖いかんね。いやマジでこれ死ぬんじゃねえの俺みたいな。いやいやいや、なんかその32歳で子供の時、今は全くないんだけど、本当に死ぬと思ってて、もう喋り始めた頃、母親があんた変なこと言ってたよみたいな、俺も記憶あるんだよ、死んじゃう死んじゃうって。書き換えてないね。いやそんな玉なんだよ、超チキン野郎だから。俺のいいところは素直なところだよ、そういう弱い自分をさらけ出せるから。超怖えよ俺今、死ぬんじゃねえかな。マジ死ぬんじゃねえかな試合で、超怖えよ、震えてるよ俺は今。俺を助けてくんねえ、本当に。まず結構今震えてるからね。テルチャンピンだね。ニアワドズ。テルチャンピン。特命係長、ただの花火師さん、久しぶりだね、来てくれんの。コメントありがとう。うわ、怖え。誕生日迎えたくねえ。俺32歳になりたくないよ。死にたくない。怖え。超怖え、死ぬの。超怖え。レフリー和田いるから大丈夫かな。K1 の一流レフェリーだからな。マジで殺されたくないよ。
マジで殺されたくない。ドクターもいる。いやー、怖いよ。本当に心の底から怖いよ。レフリー和田の顔も怖いよ。超怖い。全部が怖いよ。レフリーの方は異常だろ、これ。どうなってんだよ、お前。レフリーの体がおかしいよ。レフリーの体がおかしいよ。どうすればいいんだよ。俺マジで怖えんだけど、どうすればいい？みんな。やっぱりごめんなさいして、ごめんなさいして、出るのやめていいっすか？出るのやめてもいい？だってレフリーの肉体これだよ。おかしいでしょ。レフリー和田の体おかしいでしょ。レフリーなのに最強でしょ、これ。これ、強すぎる。これレフリーの体じゃないでしょ、レフリー和田。どうなってんの？俺、この人に殺されるかもしんないんだよ。これレフリーの体だからね。もうこの人がレフリーなんだよ。おかしいでしょ。どうなってるんだよ。なんで俺こんな強い。レフリーが一番強そうじゃねえか。これ、ドレサイよりすげえだろ、これ。どうなってんだよ、この体。俺、死ぬんじゃねえかな。レフェリーにこう止められただけの肘打ちとかでさ、バーン当たってさ。いや、おかしいよね。本当に。おやべえ。違う、32歳で死ぬっていう予言を思い出して怖くなったんだよ。いや、和田さんめちゃめちゃ強いでしょ、これ。どう考えても一般人じゃないかんで、ね。なんでこの人の前で俺戦わないといけないんだろう。全然謎しかないよ。体がおかしい。怖くなったら辞退してもいい？寝バックレしてもいい？寝バックレ。大丈夫。ゼロモンスだからね やべえよな、ほんと。だってこれナッパでしょ、ナッパ。これベジータの側近でしょ。これレフェリーの皮かぶった俺、この人絶対ナッパでしょ。サイヤ人でしょ、これ。この人単体でさ、地球滅ぼせる戦闘力持ってるでしょ、絶対。この体おかしいもん、どう考えても。地球滅ぼしに来たサイヤ人でしょ。試合は6月10日ですね。6月10日、新木場ファーストリングです。いや、ナッパでしょ、これ。ナッパだよ、これ。これ Z 戦士一人で倒せる力持ってるでしょ。尻尾見えるもん、俺。リアルナッパでしょ。こんなおかしいだろ、どう考えても。K1 のヘビー級のファイター止めるならわかるけど。ねえ。そうじゃなくてさ、俺らみたいなさ、もやしっこみたいなのをさ、なんでこの人がレフェリーやんの？おかしいでしょ？どう考えても。どう考えてもおかしいよ。わけわかんないよ。どう考えてもおかしいよ。なんでヒカルくん絡みあるの？ ちょっと待って、画像検索でびっくりしたわ。ヒカルくん出てきたわ。おかしいでしょ。もう絡んでるんかい。どういう人脈だよ。何絡んでるんだよ、ちょいちょい。何人脈を着々と構成してんだよ。びっくりしたわ、画像検索で。俺、こいつの顔知ってるって思って。こいつそこそこ仲いいやつだわ、と思って。なんでお前絡みあるんだよ、ナッパと。おかしいだろ。どうなってんだよ、これ。何ちょいちょい有名人と絡んでるんだよ。おかしいだろ。人脈が。そこそこ上の方に Google 検索で出てきた。和田レフェリーで検索したらなんでお前が出てくるんだよな。どういうことだよ、これ。頑張りまーす。
いや、モブじゃないでしょ、あの体は。モブの体じゃないよ。夜花火投げてくれんの、マジで超よ、嬉しい。マジで、ダンボール。ありがとう。ありがとうね。頑張るよ。試合勝った時も投げてね。6月10日も試合勝つから投げてね。お願いします。大盤振る舞いしてください。もうやばいっす。今月の売り上げ3万円っていう悲劇が起こってるんで。5月10日なのに3万円しか売り上げてないっていう。全然いいよ。ありがとう。その1個が俺を救うんだよ。その1個の花火が俺の人生を変えるんだよ。ありがとう。そう。なんかヘビーリスナーがね、多分1個ずつ投げてくれたら俺生計成り立つんだよ。うん。みんなに1個ずつもらいたい。こんにちは、くるみさん。今花火発注してるから5年後まで待ってくれ。おい、頼むよ、バレーニョ。本当にピンチなんだよ、今月。今月やばいよ。売上3万で家賃払えないよ。俺もアイラみたいに700万とか欲しい。なんでアイラ700万ももらえんだろう。ずるいわー。アイラさんさ、あー、アイラ先生ずるいわー。アイラ先生ずるいわー。おかしいだろう、どう考えても。どう考えてもおかしいわ。いや多分今日は寝ると思うよ。うん、今日は達彦さんもいないし、うん、大丈夫じゃないよ。大丈夫じゃないよ。全然。私も小さい頃36で死ぬと予感してて、他の怪我や病気が当たっていたので、でも死ぬことは当たりませんでした。ありがとう、ありがとう、かぐらさん。今日夜中どうだろう、多分やらないと思う。もう寝てないから、ぐっすり寝て明日昼ぐらいに起きるから、昼頃かな。あいら700万もらったらやめられない配信業。それがやめるっつってんだよね、あいつ。結構ガチのトーンで、いやもう配信やめて本業行こうかなとか、プライベートで結構電話してて、うん、なんでっつって。バレーニュありがとうバレーニュ花火ありがとう、うん、キャンセル出たから速攻で抑えた。え、バレーニュ来れんの？ちょっと待って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 、バレーニュ来れんの？嘘でしょ。ステコロ来れるようになったってこと？マジで？捨て頃のこと？これ。え、もしかして、会えちゃう系？俺の試合見れちゃう系のビュンビュン系？朝配信やらないの？朝も配信やったけど、今日。何の話だろう？キャンセル出たから速報で押さえた。あ、たくみさんはどつ？え、たくみさん明日だっけ？予定。たくみさんさっきの話明日だったっけ？ごめんね、俺、地方症だからさ。若年性アルツハイマーだから、うん、500発がなかなか減らないんだよ。目標達成したこと一回もねえよ、俺、花火の。明日か。OK。ミーさん、ミーさん、ミーさん、ありがとう。ありがとう、ミーさん、花火ありがとう。大好き。花火投げる口実のネタ。どういうこと？キャンセル出たから速攻で抑えた。どういうこと？アスペの俺には分かりづらいわ、それ。裁判配信は明日かな。捨て頃行くよ、当日券だけど。あ、マジで？うん。あ、じゃあ会えるじゃん。うん、いいよ。もうガンガン絡んでしょ、俺に。うん、あー、すごい。すごすぎる。あのね、配信者の格闘技イベントで、捨てごろって言います。便所太郎フェスボリューム1、インターネット配信者格闘技祭っていうことで、第2試合に出るんで、もしよかったら応援してください。350席ソールドアウト。すごいでしょ。一瞬で売れたかんね。350人の前で俺殺されるかもしんないから。
350人の前で殺されるんだよ、俺は。怖いわー。うわ、マジかよ。にゃー、ありがとう。ありがとう。にゃー。やべえな、昼間の方がいいじゃん。昼間ポンポン、みんな優しいじゃん。俺、昼間の花火、昼間の花火を求めてやろうかな。ナックルズに、嘘？ナックルズ？え、こっちじゃないの？え、週刊誌通、え、ナックルズ持ってるわ。ナックルズだわ。そう、これでしょ？これに載ってたでしょ？買ったよ。処女を売る女たち。超下品な雑誌だったよ。もうこんな下品な雑誌俺一生で一回しか買ったことないよ。すげえ下品だよ、これ。昭和のビニボンみたいな下品さで。びっくりしたよ。格闘技歴2ヶ月。今カラオケいるんだけど、秋田からブックオフ行くわ。すげえな。さっき仕事行くっつってたのに、絶対仕事してないでしょ、バレーニョ。朝仕事行ってくるわ、ワドーつって、お疲れーって言ってたけど、なんで朝仕事に行って、1時半にカラオケにいて、今からブックオフ行くんだよ。仕事しろよ。バレーニョって仕事してねえだろ。試合が怖いんじゃないね、委員長。俺ね、昔のリスナーにずーっと説明してたことがあって、子供の頃32歳で死ぬって騒いでた記憶があるの。で、母親もあんた物心ついて喋るようになった頃、32歳で死ぬって大泣きしてたの覚えてるっつって。だんだんそれはなくなってたんだけど、それを思い出したら、いや俺もしかして捨て頃で死ぬんじゃねえのと思って。そう、だんだん怖くなってきちゃって。座りがひどくていけなくなりました。配信で見てます。配信で見よう。うん。俺の試合とか見たら、あの、うんこちびるから。座りどころじゃないよ、本当に。うん。いいんだよ。自分の、ね、お子さんに、かずみちって名前つけていいんだよ。愛と平和と友情を込めて、かずみちって名前にしてもいいからね。平和の輪に道と書いて、かずみちくんでいいよ。前に行って、前に行ったやん。転換持ちで。早朝2時間の仕事。あ、そうだっけ言ってたっけ。そっか、転換持ってる大変だよね。俺も知り合い本当に2、3人転換持ってる人いるけど、本当に大変そうだった。そっかそっか。うん、早朝の2時間か。悪い悪い、うん。いやー、大変だよ、本当にみんな。うん、俺ね、来年32歳っていうか、もうあと、おお、あと11日後には俺、あれなんですよ。あの、32歳なんですよ。あの、オフ会やるんで、もしオフ会行きたい人、5月の20日、誕生日前夜祭やるんで、3500円で飲み放題です。ぜひ遊びに来てください。来る人は LINE ください。LINE はプロフィールページに書いてあります。お願いします。LINE の QR コードはこちらです。申請する人は、これ読み込んでください。ふわっちのリスナーの誰々ですってメッセージ送った人だけ許可します。年下。あ、マジで？年上だ。年上大好きなんで。うん。誕生日一日が、俺5月の21だよ。俺5月の21だよ。オフ会の20日っていうのは前夜祭だから、5月の21が誕生日です、僕は。うん、誕生日近いね。なんだよ、もう、本当に。怖えよ、俺死にたくねえ、マジで。マジで死にたくねえよ。誰か本当助けて。死にたくないよ。本気で死ぬの怖えよ。え、もし俺が死んだらみんなどうする？どうする？いや、超怖えよ。俺が死んだらみんなどうする？答えて。今すぐ。本音を。どうする？俺が死んだら。どうなる？教えて。教えて、おじいさん。悲しい。ありがとう。俺も悲しい。泣き崩れる。いい奴らだな。めっちゃいい奴らじゃん。いやー、殴り合いたくない。怖い。テルチャンピンが怖い。テレジャンビン事故で死んでくんないかな。あれやってなる。軽いな。あれやってなんだ。軽、うん。悲しんでくんないの。いや、マジで怖え。マジで怖え。
マジ怖えな。みこしに乗せて街を練り回す。なんか新興宗教みたいな。痛いぞーって、うるせえよ、怖えんだっつ、やめろっつ。テルチャンピンに聞いてごらん、テルチャンピンに聞いてごらん。わかんない。素人のパンチが一番怖いんだよ。素人のパンチが。素人のパンチが一番怖いんだよ。あー、ストレスだ、ストレスだ、超怖え。誰か俺の部屋に癒しに来て。ルールはね、それがね、何をつまよったのか、ムエタイルールなんだよ。キックボクシングより過激と言われてる肘膝ありなんだよ。スマジロー知ってるよ。キックボクシングルールなんだよね。キックボクシングルールじゃなくて、ムエタイルールなんだよ。ムエタイみたいな。首相撲あり、肘膝あり、頭おかしいでしょ。立ち技で何でもありなんだよ。絵でしょ、びっくりするでしょ。うん。なんでキャスバーの店長の悪口言ってんの。なんかあったの。なんかあった。フリスク行って元子に慰めてもらう。誰だよ元子って。あー、フリスクじゃねえわ、なんだっけ、フレスコだわ、新宿フレスコ、ね。うん、いや肋骨でいいよ、骨折ぐらいだったらいいよ。なんかここパーンって打って、うわ、なるかもしんないんだよ俺。なるかもしんない、生放送中にも。ってなるかもしんないんだよ。大丈夫？肋骨で済むならいいじゃん。うん。ヒカルくんと言ってヒカルくんに話すのに俺には目を合わせなかった。なんか、過疎生主だから。あのテレちゃん、俺めっちゃよくしてくれるからね。俺めっちゃよくしてもらってるから、あそこのね、オーナーには。それだからテレチャンピンとかで、そんな誰って話でしょ。リスナーさん、有名リスナーさんですかって話だから。うん、あ、ポンさんも何やってたの、格闘技。超怖いよね。あのね、キャス系の人ってね、昔から配信やってるニコ生系とかね、誰ってなる可能性結構高いんだよ。あのテープとか言ってた。レイソンさんこんにちは。うん。パニックは起こさないと思うけど、本当に怖い。死んだらよろしくね。誰か葬式枠開いてね。葬式枠。頼むよ。和道追悼、和道追悼配信やってよ、みんなで。ふわっちの運営さんの粋な計らいを俺は待ってるよ。和道フォーエバー。総長じゃねえよ。俺は団長だから。和道旅団団長だから。あー、超怖え。あ、マジでスロット行ってこようかな。もう超怖えよ、俺。死にたい。死にたくない。死にたい。スライムのぬいぐるみ、添える？あー、それちょっと嬉しい。ホイミンがいいな、スライムじゃなくて。ホイミスライムがいい。で、小さい子はわけわからぬこと言うもん。違うんだよ。リングの上で戦うの超怖えんだって。本当に、みんなね、俺がスパーリングするたびに、どんな覚悟でスパーリングやってるか知らないからそういうこと言えんだよ。本気で怖いんだよ。達彦さんの体見てよ。ドレさんの体見てよ。ヒカルくんと戦えるか、じゃあ。ねえ。俺だよ？俺がヒカルくんと殴り合ったりしてんだよ。正義の味方とかタイガーとか超強えんだかんね。マジで。みんなは恵まれてるかもしんないよ、フィジカル。俺はこんな体で戦ってるんで、一生懸命必死になって。
超怖えよ。スパーリングでこんだけ怖えんだから。じゃあ、俺はね、青山、テルチャンピンとやる。テルチャンピンとやります。ヒカル君は、セブンさんとやるよ。はい。じゃあ、皆さん、お疲れ様でした。僕はもう寝ます。ありがとう、話聞いてくれて。試合にビビってる。試合にビビってるはどうでした。お疲れ様です。ありがとうございました。もしよかったら、YouTube とかチャンネル登録してください。お疲れ様です。ありがとう。See you. お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前バッドボタン押してんだよもう。